週末映画情報シネマキング週末映画情報シネマキング第332回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人、そしてムービーステーションスーパーバイザーの川本明がお届けします。今回は8月2日金曜日、そして8月6日土曜日、合わせて10作品以上の新作映画を紹介していきます。まず最初に紹介するのは8月5日金曜日公開、三木聡監督作品コンビニエンスストーリー、コンビニエンスストーリーから紹介します。最初に紹介するのはコンビニエンスストーリーの作品、時効警察シリーズインザプールの三木聡監督が放つ異世界アドベンチャー映画です。グレナズメで初共演した成田凌と前田敦子が本作で再共演。不思議なコンビニに迷い込んでしまったスランプ中の若手脚本家が体験する摩訶不思議な物語が展開してきます。コンビニエンスストーリー、8月5日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは劇場版 G のレコンギスタ5、視線を超えて。この作品、富野由悠季が原作脚本総監督を務め、2019年に全5部作として始動した G のレコンギスタ。第5部視線を超えてでは、少年デルリ・ゼナムが世界の真実や自身の生い立ちに隠された秘密に向き合っていく姿が描かれ、ついに最終局面に突入していきます。劇場版 G のレコンギスタ5、視線を超えて、8月5日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは劇場版猫物件。この作品、古川雄輝を主人公に起用し、今年の春ドラマとして話題を呼んだ猫物件の劇場版です。ある一軒家を舞台に、猫を愛し猫と共に暮らす男田星優斗と夢を追う同居人たちの人生模様が描かれてきます。人とのつながり方や新しい家族の形を提示する癒し系のドラマです。劇場版猫物件、8月5日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはきっと地上には満天の星。この作品、実在した地下コミュニティへの潜入記、モグラ人、ニューヨーク地下生活者たちを原案に、ニューヨークの地下鉄のさらに下に広がる暗い迷宮のような空間でギリギリの生活を送る母ニッキーと5歳の娘リトルの地上への逃亡劇を描いた、各国の映画祭が注目する話題作です。きっと地上には満天の星、8月5日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは LA コールドケース。この作品、アメリカで起きたラッパーのツーパックとノートリアスビッグが暗殺された未解決事件を題材に描いたクライムサスペンスです。実在した元刑事ラッセルプール役をジョニーデップ、事件解明に奔走する記者のジャックをフォレスト・ウィティカーが演じています。 LA コールドケース、8月5日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのはプアン、友達と呼ばせて。この作品、バッドジーニアス、危険な天才たちのバズ・ブンピリア監督の反自伝的映画で、余命宣告を受けた男がニューヨークにいるバーテンダーの友人をタイに呼び戻し、元恋人たちに会いに行くロードムービーです。プアン、友達と呼ばせて、8月5日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのは長崎の郵便配達。この作品はローマの休日のモチーフになったと言われる元英空軍大佐でジャーナリストのピーター・タウンゼントが、長崎で郵便配達中に被爆した谷口スミテルの体験をもとに表したノンフィクション小説を頼りに、タウンゼントの娘で女優のイザベル・タウンゼントが長崎を巡り、父と谷口の思いを紐解いていくドキュメンタリー映画です。長崎の郵便配達、8月5日金曜日よりイオンシネマ名古屋茶屋、伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのはロックンロールサーカス 4K レストア版。この作品、2022年
7月12日に結成60周年を迎えるザ・ローリング・ストーンズが企画制作ホスト役を務め、1968年12月にロックンロールとサーカスの融合を目指し企画したジョン・レノン、エリック・クラプトン、ザ・フーラが出演したライブイベントを撮影したドキュメンタリー映画です。ロックンロールサーカス 4K レストア版、8月5日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはチャーリー・イズ・マイ・ダーリン 2K レストア版。この作品、ザ・ローリング・ストーンズの1965年のアイルランドツアーに密着した初公式フィルムで、2011年に発見された本作の半分以上を占める未編集未発表の映像を追加し、9万を超えるフレームを手作業で修正再編集し、2012年に 2K レスター版としてよみがえった音楽ドキュメンタリー映画です。チャーリーズマイダーリン 2K レスター版、8月5日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはファイナルアカウント最後の証言。この作品、終戦から77年が経つ今、第2次世界大戦時に第三帝国に参加してホロコーストを実際に目撃していた市民たちの貴重なインタビューを収録、その当時の様子を赤裸々に映し出すドキュメンタリー映画です。ファイナルアカウント最後の証言、8月5日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは東京裁判デジタルリマスター版。この作品、日本映画史上に残るドキュメンタリーの傑作、東京裁判、人間の条件切腹の名将小林正樹監督が5年の歳月をかけて編集制作した巨編が、令和の幕開けに 4K フィルムスキャン 2K 修復版によるデジタルリマスター版で鮮やかによみがえります。東京裁判デジタルリマスター版、8月5日金曜日より名演小劇場にて公開です。続いて紹介するのはワンピースフィルムレッド。この作品、国民的コミックワンピースの劇場版ワンピースフィルムシリーズ第4弾です。引き続き原作者尾田栄一郎が総合プロデューサーを務め、尾田がデザインしたキャラクター世界の歌姫ウタを中心にルフィら海賊たちの新たな冒険を描いてきます。ワンピースフィルムレッド、8月6日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは宇宙人の画家。この作品、クールなお兄さんはなぜ公園で泥山を作らないのかで金沢映画祭2020のグランプリに輝いた小谷誠洋監督がスカラシップ券で制作した SF 映画です。宇宙人の画家、8月6日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはタング。この作品、デボラ・インストールの小説ロボット・イン・ザ・ガーデンをベースに、二宮和也主演で実写映画化、映像集団の白組が VFX を担当し、人生の迷子となった男と記憶をなくし迷子となったロボットが繰り広げる冒険を日本版にアレンジして描いていきます。タング、8月11日木曜祝日ミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは野球部に花束を。この作品、野球漫画の名手黒松哲郎の傑作漫画を映画化。中学校卒業と同時に野球部生活から離れ、華やかな高校生活を送ろうと考えた主人公が、どんなことから再び野球部に入部し、想像とは大きく異なる高校生活を送るはめになる姿を描いた青春コメディです。野球部に花束を、8月11日木曜祝日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは夏の思い出ゲットだぜ25周年、ポケモン映画祭。1997年から始まったテレビアニメポケットモンスター、25周年を迎えたサトシとピカチュウの冒険を記念して、歴代23作品のポケモン映画からファン投票で選ばれた3作品を、8月11日木曜祝日から9月8日木曜日まで期間上映します。あの興奮&冒険をゲットだぜ、夏の思い出ゲットだぜ25周年ポケモン映画祭、8月11日木曜祝日から9月8日木曜までミッドランドスクエアシネマ他で公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろんな作品を紹介してきました。
新型コロナウイルス、まだまだ予断を許しません。8月に入って暑い日も続いております。でも劇場は快適空間となっております。皆さん、新しいシーツ8月号、そしてムービーステーション8月号を見て、好みの作品を選んで映画館で映画寝してみてください。ムービーアットシアター、映画は大きなスクリーン、そして第4強で鑑賞するために映画制作者サイトが作っております。皆さんも映画館で好みの映画を探して、そして映画寝してみてください。それではさよなら。ぜひ劇場でゲットしてください。